三条西金枝は、戦国時代の苦行、家人、和学者、内大臣、三条西寂高の次男。家には、正二位、右大臣、商明院と交する。兄、光順が出家したために、次男ながら、家徳を継ぎ、二歳で助赦して自重に任じられる。明王六年十二月に元服、加官した後、永昇二年五月増人等、永昇四年四月三義、 英正8年10月県中納言を歴任し、多財言の措置や、神宮転送を経て、英正18年4月県大納言に昇進した。大英6年1月生2位に除され、天文10年1月内大臣、さらに天文11年うるー3月右大臣に、任じられるが、天文12年7月57歳で知死、天文13年2月京都に尊院で出家、法名を名を佐都という。 永六六年十二月二日に皇居、去年七十七、二尊院に葬られた。父、三根高から、源氏物語の奥義を継承し、明状賞などの注釈を表したほか、協六元年から翌年にかけて、小奈良天皇に古今和歌集を進行するなど、東大一流の文化人として徴用された。著書には、古典の注釈書、伊勢物語賞、百人一首賞、 紀行部に、高野山三景記、吉野参記、三島巡礼記など、多千の歌集としては、商明院がある。稲葉義道に、専門的な薬法の送電を行っている。孫に、山上西広国、外村に、中野院道勝、玄村に、春日局が、おいに、九条種道がいる。広順は、県枝よりも三歳年長であったが、父、 さねたかが、兄の創生によって次男でありながら、家督を継いだことから、これをカレーとして、後順を廃して、後に、東大寺に入れて出家させ、次男である金枝を後継ぎにしたという。宮本義美、稲葉一徹の移動知識と、薬法総伝、国学院大学大学院、起用語習、1973年。ありがとうございます。